はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新しい歯ブラシに変えた途端にですね、歯茎がねめちゃくちゃ痛くなりました。まあ、細かく言うとですね、その歯の付け根がね一本一本痛いんですわ。でもこれはね、今までに経験してきたことがあることなんで、最近のその僕の体のね変化とはまあ関係ないと思うんですけども、その昨日のね夜の歯磨きで、その新調したんですよ、新しい歯ブラシをね。新調したというか新しいのを出しただけなんですけども、その時はどうにも思わなかったんですけども、ちょっとだけ出血したかなって感じだったんです。でもね、その朝起きたらね、その歯茎がこうギュッと引き締められる感があって、激痛までいけませんでしたけど、なんかこう嫌な痛みってあるでしょう。あれがねちょっと続いてたんですよ、朝起きてもね。でも今もねちょっとだけ違和感があるんです。でもね、その歯茎に違和感があるだけで、虫歯の痛みはないんですよ。虫歯の痛みはないんですよね。でも虫歯自体はまだまだあるんですけど、こう冷たいものが染みたりとか、硬いものを食べるとズキズキするわけでもないのでね、特にその食生活に、困ってるわけではないんで別にいいんですけど、ただその地味な痛みの違和感っていうのがあったので、なんか嫌やな、なんか変やなってね思ってます。虫歯に関してはね、前回の通院で、その左のね奥歯の銀歯も入れてもらったし、その奥の穴が開いてるところもね、ようやくね埋めてもらうことができましたので、あとはね、その右にあったその銀歯がポロッと取れたところのね、そこの型取りをしてもらって、左と同様にね新しい銀歯を作ってもらうだけなんですけどもね。しかしですね、その右のそのね銀歯のね前後っていうのがね、また虫歯になってまして、前回までにそのね後ろの歯っていうのは治療済みなんですけども、その銀歯の本番に取り掛かる前、本番ってないな、本物に取り掛かる前にですね、その手前のね、虫歯っていうところも治療しておかないとね、型取りをすることができないってね言われたんです、説明を受けたんですよ。だからね、今日はねその手前のね虫歯の歯の治療をしてもらう予定でございます。そうなんですよ、今日はねその歯医者の通院で病院まで来ております。歯茎にね痛みがあって、そのことも聞いてみようとね思ってますので、ちょうどよかったですわ。何がちょうどいいか分かりませんけどね、それはいいんですけども、その前回のね歯医者でね、その歯の調子が良くなってきてるので、固形物をね噛めれることになったのでね、最近はそのブレンダーでねバーってこう食材をそこまでね潰さんでもね食べれてるんですけどもね、先日もお伝えした通りにですね、またその粘膜障害がね再発してしまってますので、再発というか、ちょっとね悪化した程度になってしまっているので、その相変わらずその調味料でのね味付けはしてません。めっちゃ染みるんでね、調味料がね。粘膜がねそのボロボロになって剥がれていくのはねマシになったんですけども、その薄皮がめくれているところがあるので、そこにね食材がひっついたらねすごい痛いんですよ。相変わらずね乾燥もしてますので、その水をね含みながらこう食べていかないとね、いろいろひっつくんです、口の中に。歯医者でね先生の手袋がねひっつく、僕の粘膜にねひっつくくらい乾燥してるわけですから、よっぽどその唾液の分泌がまだまだ正常ではありませんのでね、大変なんです。これもね骨髄移植の副作用でのね粘膜障害の一つですし、それを抑えるためのね免疫抑制剤を飲んでることでの口の乾燥も関係してますので、その根本の白血病の治療をね終えるまではね、長く付き合わなあかんのですわ。ほんまに気づいたらね症状が変化するので、もう気を緩めることがねできません。そんな悩みをね解決してもらうために今病院まで来てますので、今回は歯医者ということで、その虫歯の治療をしてもらって、で歯型を取るとこまで今日はねしてもらえることをね願いながらね行ってきます。またどうなったかはね明日ね報告させていただきますんでね、そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。